はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。ていうかここ音楽がないな。音は出てるよね。大丈夫大丈夫。見張り島の材料集めですね。とりあえず1箇所発見したので、残りは2箇所、ちょっとマップで確認しましょう。なんか上の方にも目的地がありますね。メインストーリー。ここは見張り台と、右上だからこっちの方行けば1個あるかな。ん？どこだ？右の方か。あ、でも右の方って海だから行けなかったよね。あ、これあれだな、やっぱり出てきたか。そうか、これでウィークっていうのがあるから、それで弱点属性がわかるんだね。ん、どっちだ、なんかどっちもいけそうだな。うわー、いっぱい出てきた。いや、アドルのやつが弱点だと楽勝だな。あー、ここはあれか、養成しないといけないけど、人が足りないね。人がもう一人欲しいね。そうするとさっき出てきたヒュンメルあたりがいれば10人になるんだけど、あいつはすぐ仲間になってくれんのかな。ん？上か。うわ、遠い。こっちにも行ける場所があるけど、あれ結構ダメージ食らない一発で。攻撃力とかもう少し強化しないといけないかな。あれ、宝箱ある、宝箱この上か。こいつがね、ちょっと鬱陶しいけど。落車、どこにいる。やばいやばいやばい、毒撃食らってるぞ。こういう普通の敵はね、アドルの方がやりやすいからね。もう少し交代を素早くできれば戦闘も楽になるんだろうけど。お、鉄鉱石、山鳥の卵も手に入れたな。あ、そうか、宝箱か。この下でいいんだよね。これ見れるよね。ん？ある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 。これだ。よーしよしよし。甘い妙薬。なんか敵がいる。この宝箱を守っていたのか。ちょっと回復させましょう、ちょっと。剣をしまって。この回復スピードがね、もう少し早ければいいんだけど。ヒットポイントが高くなればなるほど、この回復に時間がかかりそうだな。ワクワクするな。よーし、行きましょう。なかなかジャンプが未だになれないっていう。お、めっちゃ突っ込んできてるわ。いけ。ん？なんかいる？お、いやー、でもコンピューターもそこまで頭は悪くないですからね。こういう時にコンピューターの頭が悪すぎると本当ストレスになりますからね。いわゆる猟奇の頭が悪いっていう。お、なんかある。前方にはしごが見えるよ。イベントが始まった。てか普通にさ、見張り台じゃん。はしご？おお、見張り台。見てわかるんだ。すげえな。まあ確かにね、昔に流されてきた人とかいてもおかしくはないですからね。でもさ、このはしごそんなにさ丈夫そうじゃないよね。てか前方にあの強えやつがいるな。まあ先に登りましょうか。あ、自動的に登るのね。いや、このはしごこの高さで登るのって結構怖いよ。かなり垂直だしね。
落車とかよく登ってきたな。お、なんかメモ書きが貼ってあるけど、何で書いたの？鉛筆とかそもそもないでしょ。何何？漂流してから20日を数える。座して死を待つわけにもいかず島の探索を始めた。この地域はおそらく島の南部にあたるはずだ。渓谷を越えようとしたところ、霧の中で不思議な獣に襲われた。それは話に伝え聞く。振るみたいな。古代？かすれててうまく読めねえな。なんでさ、こういう重要なところだけ毎回かすれてんの？古代種のごとく、獰猛な獣であった。なるほど、古代種なんだね。署名なんてしてるんだ。T 名前かね。まあ協力できるといいんだけど。え、でもさ、ここにさいればさ、いつか戻ってきそうじゃん。あれだけメモ残してあるんだから。どうしようかな。ちょっとやつをぶっ倒そう。まずはね、ちょっと回避に専念して、竜巻を発生させて、やばい、そのココナッツに当たるとすげえ食らうからな。マジかよ。最近めっちゃココナッツに食らうな。邪魔が入ってる。ここで、よーし、いいね。巻き込め。あ、やばい、マジやばい。ここら辺の食材はマジで期待できないから。ちょっと待って、全然物がないんだけど。マンゴー1個使っちゃうか。ほらよしほら、おー、いいね。綺麗な花っていうのがなかなかレア度高そうだね。あでやかな木もそれなりか。スキルゲージ自体は結構サクサク溜まるからな。あ、ここに蜂蜜がある。あれ、蜂蜜って結局何に使ってる？回復薬グレート作ろうって言ってるけど、あんまりなんかこういう調合とかしてないっすよね、俺。こっちの方は特に何にもないか。じゃあ、逆側ですね。またあいつがいるじゃん。あいつ倒すの結構苦労するんだよね。イベントの地域だな、地図上から見ると。周りのね、ザコはね、倒しておかないとね、もうすでにロックオンされてたし。こう、あれ、しまった、全然違った。うわ、ザコがいる。まずは気絶をさせること。このココナッツもね、当たんないことだよね。うらこの時ほら、やべえ。早く、うおー、マジ強いんだけど。マンゴーもうなくなるよ。マンゴーばっか食ってんな。お、これだ。ここで竜巻を連打で発生させれば、よーし、気絶させればもうこっちのもんだな。ジギタリスの葉も手に入れた。多分レアだな、これ色からして。いやー、こいつ倒すのいいね。強いけど必ずマンゴー1個消耗して。もうマンゴーないからね。あ、ここだ、ここイベントポイント調べると、ものすごく立派な木。なんでこの木だけ立派なの？村の見張り台にぴったり。
え、終わり謎すぎでしょ、これだけ立派って。ここら辺の木もあんま変わんなそうな感じだけどね。ちょっと回復していこう。これはスキルゲージが回復するんで。 T という人物、私たちはこの島のことをまだ何も知らないのかもしれませんね。そりゃそうでしょだから探索してんだよ、こうやって頑張って。もう少しやっぱりね、装備とかもこっちに行った方がいいの。ラッシュガードが出た。オラ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 、このまま先に進んでいいのかな。これ小さな墓、名声値について、行動によって上昇していく。わあ、いるね、また。しかもさ、このめんどくさいやつらがいるね。ここは完全に落車で、まずこちらを全て抹殺する。あいつにロックオンされたらちょっとまずいぞ。あ、来た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 、ここに奴ら飛んできた。で、アドルに変えて、おお大丈夫か、あいつら当たってないか。ほら、なるべくフラッシュガード全然なんかフラッシュガードやろうとしてると死ぬやばくね、これ。回復アイテムがないんだけど、完全に安全性を重視して戦おうとか言いつつ狙う。おら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 、やべやべ、次ここなんつけたら多分死ぬぞこれ。マジでないな。え、マジでない。こんなヒットポイント2とか5とかさ、無駄だからね。蘇生薬、蘇生薬しかない。よし、取った。おら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 、よみがえる前に倒す。おお、サハドのレベルアップ。またジギタリス手に入れたね。てかジギタリス何に使うんだお、鉄鉱石、鉄鉱石は重要だからね。そしてロケーション発見。っていうかさ、見張り台がさ下に見えるけどさ、見張り台ここでもよくない？見事な景色ですね。お、いいねいいねいいね。ここちょっと鉄鉱石の宝庫だな。あれ、鍾乳石とかいうのも手に入れた。黄色くなってるから完全レアでしょ。いや、やべえわ。ちょっと自然回復を待ちましょう。ちょっと時間かかるけど、リアルにアイテムがないな。もう少し遠出するときは回復アイテムがめっちゃ重要っすね。まあ蘇生用のアイテムはそれなりにあるんでいいですけど、基本的には食べ物でしのぐしかないからな。拠点に食べ物置いてあんのかな。勝手に食べ物持ってったら怒られそうだからね貴重な食料勝手に持ってくんじゃないみたいな。でもコンピューターはさすがに減ってないよね、全然ヒットポイント。あれ、こっちにいっぱいいるね。任せろ。おらおらおら、自分が動かすとヒットポイントが減るって、マジどういうことよ。おいよ、僕の番だな。結構広いんだけど、まずこいつを倒す。軽い骨、もうこれはゴリ押せよ。ナイス。もうブレイクをね早くしてくれればすげえ助かるんだけど。いて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 、ヤンクックみたいな攻撃してくんなヤンガルルがさまあどっちもあんま変わんないけどさ。うわー、またこいつらか。いっぱいいるいっぱいいる。ジャンプして、ジャンプするとさ対空できるからね。おらおらおら、おこの岩登れんじゃん。
まあでも何にも入ってるかあるわけじゃないけど、出たー宿敵、宿敵スプーン、うわー、おココナッツを見切ったぜ、チャンスだ狭い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 、ほらフラッシュムーブを狙うよりはもうちょっと安全性を重視して痛い、ココナッツなんだよねやっぱりよし、もうこれはマッチマッチをひたすら達成させて倒す、いやーいいね、ただアイテムの量が禁止になるけど、もう1レベル上がってくれると違うのかな、あれなんか左側にさ、なんか麻痺マークみたいなのついてるけど大丈夫これ、今の状態ってこれどうやって見んの、ステータス的な、ほらなんかマークついてるよねこれ、麻痺っぽいんだけど、麻痺かな、治ったてか麻痺って何、別に動けなくなったような感じはしなかったけど、ちょっとステータス異常も詳しく調べとかないとね、このゲーム結構状態異常が命取りになるからな、毒とかすごいからね、おおパプリカ食材化所詮、おパプリカパプリカ市場だな、いやもうどこにさ何のアイテムがあるとかあんまり覚えてないんだけど、マンゴーが欲しいよね、マンゴー、マンゴー海岸に1個落っこってたけど、これ復活すんのかな、てかこっちにイベントがあるけど、こっちからじゃ行けなくないか、こっちから進むのかな、またこっちだった、落車頼む、ナイスナイス、いて意外に毒にならないな、これでも絶対毒だよね、ん何もない、騙された、さてこっちから回り込んで、なんかいるね、いやんこのちっちゃいやつ、ん何かある、どこに、ここは落車で行こう、怖っ、落車は早いからね、おこれが島の北側か、多分いやてかさこれ怖いでしょこんな前に出て、こう南北に分断している、向こうに行く術はないのかな、うん、北へ向かうルートは後回し、さてまた虫がいますね、虫が、おらっ、おらっ、俺が突破口を開く、あとを頼む、あ、宝箱がある、宝箱、あれ登んないといけないのか、目薬なんでここに目薬が置いてあるんだ、毎回毎回こう言うけどさ、すげえ優しいよね、うおー、やつがいる、ここはうわ狭いね、ここもほら、これ3回殴ってこれになったら受けるだけ竜巻を打って、なるべく早めのスカードを心がけたいと、ヤシの実めっちゃ転がってきてんな、よしよしよし、おらおら、半分くらいになって気絶してくれるといいね、これだよこれ、もうあとは決まりだから、 OKOKOK、この綺麗な花だな、釣り餌も手に入れたあいつの体の一部が釣り餌になるのか、
巻きの火力がもう少し上がってくれれば楽になるんだけど、他の技あんまり使ってないね。回転蹴りと竜巻が主な俺の連携だからね。依頼はいいのかよって。何、こっちじゃない、こっちじゃないんか。ちょっと地図を確認しましょう。でそうするとここだから、一旦キャンプに戻って、一旦キャンプに戻ってこっち側だな。じゃあちょっと一旦キャンプに戻りましょう。いやこれ便利だね。回復もできて、そうするとどっちだ、こっから見て多分こっち側だよねこっち側だよねってどっちだっていう感じだけど、あ、こっちまだ地図が埋まってないね。あー、こっち行けそうだ。状態異常毒、多分この見張り台3箇所調べたらキャンプに戻るんで、そしたら少し装備を見つめ直しましょうあと回復道具とかね、落車とかサハとかあんまり強化してないからね。うわ、また前方にいるよ。意外に多いなこいつの生息地。そして邪魔者がいるね。ほら、いやー、おっおっ、いや食らった、もろに食らった。よしよしよし、あれめっちゃ浮いてるよ。早く気絶しなさい。いてー、次食らったら死ぬ。死んだマジか。ちょっと待って、これは復活はさせよう。復活は、復活させてヒットポイントが 10% だから77。クルの法術使えばよかったかな。いやー無理だわ。ちょっと落車にしとけばあれかな、大丈夫かなコンピューターなんか知んないけど食らわないからね。よし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 。でアドリブして、瀕死だもん。でこの瀕死の状態からさよく休んで体力全開に持ってけるよな。どんだけ生命力あふれてるんだこいつら。ふう、息が整ってきたぜ。他の二人からすればさ早く回復しろよって俺たち体力満タンなんだよっていう感じだよね。アドル、なんでお前そんなヒットポイント減ってるんだ。しょうがねえだろ、一回につき200とか食らうからね。だってこういうさ、雑魚敵とは大違いだよ。いや、あいつも雑魚敵の一種なんだろうけど、まあ、2体ね一緒に出てこないっていうところが攻めてるのを救うさ。あれ2体いたらもう絶対無理でしょ。ココナッツ連打されてさ木の上に何かあるな。お、木の上のはね、この竜巻でやるのが一番楽っすね。しなる声だ。ここにもあるな。うわ、しなる声だか。あれでやるとぶっ壊れるとかそんなことはないよね。ここか。これ何、岩、これ何使うの、こんなの。岩か、普通に岩だね。随分ときめの細かい丈夫そうな岩。なんでそこら辺に落っこってないのこれ。そのさ、立派な木が一本だけ生えてるとかさおお、運ばせるのか。だいたいこの岩なんてどうやって運んでくんの、超重いじゃん。てか報告しに行かないといけないのか。もうちょっとだけ探索しましょう。任せなさい。あれ、あーでも一応地図は埋まったのか。じゃあ帰るか。いやーちょっとアイテムをね補充しないとまずいんだよ。
防具について、武器だけでなくこちらも忘れないように防具の重要性を今ひしひしと感じているからね。鉄鉱石が多分ねだいぶ集まったからいけそうな気はするんだよね。ちょっとまず土器、備蓄用の素材について渡そう。ここら辺の依頼ってどうなってたっけ。アイテムが揃ってるんだか揃ってないんだかすら分からん。お、だいぶ備蓄品があるじゃん。お、お、いいねいいね。防獣爪ね。いや、てか普通にさ土器を連れて行きたいんだけど。まあ頼りにしてるよ。まあイース7ではね土器は操れましたけど、土器の好感度が上がったってなんかちょっとやだな。そういう気はないんだけどな。小舟の作成、ラテカ樹脂3つ。ん？持ってんの？持ってないの？あー持ってなさそうだな。落車もなんかなかったっけ。これいいよいいよ。カーテンなんてでもさ、あれからどうやって作んの。でもこいつらマジ何でも作れるからねいやすげえな普通にすごいでしょこれで安心だなってさ心の平安を取り戻せた。そんなに気にしていたのか。二度とあんなことって何。ああここはすっとぼけときましょう。何のことだい。まあ、それがアドルらしいからね。え、今までそんなまだ許してなかったんだ。まあやっぱりね、個人のプライバシーはね重要ですからね。おお、いいね。お、ヒットポイントが増えた。アドルも増えたやったなぜだ、なぜだかヒットポイントが増えた。仕立て屋さん、ゆっくり見てください。なんかいいのありそうだけどちょっとな。これいいね。所持数1。ヒットポイントが低いほど系はやっぱいらないんだよね。必殺技、違う、必殺率って何。クリティカルが出るってこと。分厚いカード全部使うな。回避率、今回避率は多分ミスになるってことでしょうね。防具、あれ今何持ってたっけ。ヒットポイントプラス60とかにもなるんだ、防御だけじゃなくて。ただなー、この重質繊維が少ないな。衣装って何。衣装って、あれか、見た目が変わんのか。やっぱりこういう世界では何にしても素材なんだな。この重質繊維みたいなのがどこで手に入るかっすよね。俺どこで手に入れたんだマジで。獣っぽいけど、まとりあえず船長に話しましょう。見張り台の建設、ほいこいつ寝てるし座りながら寝てるし。幾度かの夜を得てって、
何日かかかったんだ。てかめっちゃすごくねこれ。え？マジこんなん作ったの？あそこにあった見張り台よりさ全然立派じゃん。てかこれ作れるんだったら船作れるでしょ普通に。いやとんでもねえな本当に。合間を見てお庭でも作ったのかな。あれこれなんだ。未だにねこの施設を把握していないっていう。休息所の充実。そんな豊富にあったか。カーラン橋だ。カーラン橋こいつ鉄だったの。あ、鉄だってくんなかったんだ。追撃戦で重要な集落の防衛策。ドギは完全になんか船長の手下みたいになってんな。あれ柵こんな立派だったっけ。作ったのかな。これ結構すごくね。なんか隙間から入ってきそうだけど。おお、作り直したんだやっぱり。おとり、新たな迎撃設備。まあね、何にするにしても資材と。漂流村の強化、防衛策、バリケード、デコイ、投石機。これ何、スタンなんとか、スタンドラン。解散。あの先に行くってことか。いや、アドルはめっちゃ忙しいね。アドルハン、この3人は。いや、あれだけのもの作ってさ、釣り餌5つって、ミミズ5つやるよみたいな感じでさ、嫌がらせでしょ。すげえ立派なもん作ったよ。正直こそ、なんでミミズ5匹しか食んねえんだよ。ケチすぎだろ本当に。船長か誰か知らないけどさ。もっとなんかさ、いいもん。お、ここ。これなんか立派になってるよね、多分。いやー、こんなに貢献してるのにさ、ミミズ5匹って悲しいな。まあいいか。というところで、じゃあ、見張り台ができましたので、次回は、奥ですね、進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。